皆さん、お疲れ様です、ちょっとなんかすごい暑いんで脱いちゃいましたけど、さっきなんかフェライト会議室の前にいたら出入り口の方が酒臭くてついつい飲んでしまいましたよ。でまあ、2本しか飲んでないんで。ですね、今日は何の話をしようかなと思って、今回、ゲストという形で呼んでいただいて、スタッフの皆さん、まあ、特に、マキさん、それからアクシーさんはじめですね、あとボランティアの皆さんに、最初に感謝の言葉を言いたいと思います。ありがとうございました。で、ですね、まあ、ちょっとだけ自己紹介をしますと、今、サンフランシスコに住んでまして、先週じゃないや、今週の水曜日に帰ってきまして、来週また帰っちゃうんですけども、もう4年前に引っ越して、ずっと住んでるんですが、まあ、まだビザで働いてるんですけど、今、グリーンカードを取ろうとしていて、まあ、これからもずっと多分住むんじゃないか、まあ、永久には住まないと思うんですけども、まあ、こういう形で何回か日本に帰ってきて、日本の国籍の皆さんと一緒に、話したり、まあ、同い年ももちろんできるんですけども、実際に会って、するのはすごい楽しいなと、これからもそういう形で、いっぱい書いていきたいと思ってますけども、シクサバースという会社でソフトウェアエンジニアをしてます。タイパッド .com というブログのサイトでのバックエンドのエンジニアリングを中心にやってます。シーバーとか GitHub とか Twitter とか全部宮川がないときはワルクニュースっていう、ここにコールバックするんですけども、まあ、ほとんど宮川です。で、ニュース見た方は知ってるかもしれないですけど、アメリカの方はシクサバートっていう、会社は他の会社はビデオエクという会社と合併して、名前が変わりましてセイっていうセイミディアのコムっていう会社になります。日本の方は、シクサバートという名前が残るみたいで、まあ、それは良かったなと思うんですけど、まあ、シクサバートという名前は個人的には気に入っていて、創業者2人の誕生日が6日離れてるんで、それがシークサパートっていう名前なんですけど、このセイっていう名前はなかなかいいなと思って、まあ、なんでかというと、ファールのビルトイン関数なかなかいいんじゃないですか。このロゴがセミコロンじゃなくてコロンなんで、ナビルになっちゃうんですけども、小文字だったらとセミコロンだったら実行できると、何も、あ、でも言うか、ダランダースコアで中空いてれば実行されるように、まあ、そんなこともできますが、今日はプラグの話をします。と言っても、まあ、プラグとは何ぞやっていうのを、まあ、話す必要もないかなと思うぐらい、この1年で皆さんも急速に名前を聞いてると思いますけれども、一応簡単に説明しますと、まあ、パールウェブアプリケーションとサーバーの間のインターフェースをつなぐです。仕様がインターフェースが TCI で、それを実装しているツール群がプラグなんですけども、ウィキペディアも載ってます、PACI も載ってるし、ブラックも載ってます、前にフラガーってソフトを書いたときはズラッシュドットでフラガーなんて、ウィキペディアにノンノータブルで却下されそうなソフトのことなんか知らねえみたいなコメントを書かれまして憤慨して別になかったんですけども、この PACI とフラガーも載ってますので、まあ、だからだなって話とか、まあ、PACI こういうもんですね、すごく単純なパールのサブルースリファレンスに、ハッシュのトライエンブっていうハッシュリファレンスを渡ってきて、そこからこうやって解別リファレンスでステータスコードとヘッダーとボディを返すと、今日のトークでコードが出るのはこれが最後です。これからコードが出ないんで皆さん安心してください。そうしないとも多分、眠いしもわっとしてるし寝ちゃうと思うんで、さらっと話したいと思います。で、まあ、さっきも言いましたけど、去年の FCA は9月の11日かな、僕の誕生日の前日だったと思うので、それの1週間前にプラッグの開発を始めまして、もう 1年でだいぶ、開発も進んだし、浸透、使われている部分、その実際の現場で使われているとか、あるいはそのいろんな既存のフレームワークが採用したりっていうのがすごく進んで、きています。実際に今回の MC でも、これ多分僕タイトルとアブストラクト見ただけなんで、で実際に見たわけじゃないんで全部かぶってるのもあるし、この赤でついているこの多分 PACI とかプラックに関係しているのではないかと思われる
やないかもしれませんけど、これが1日目でこれが2日目でまあって感じでだいぶあの浸透がすごいと、まあ、あの他のヤクシーとか僕行ってるんですけど、そこではまあでもこの間ゲッツバーグ行った時は3個ありました、僕のも含めて。だから、そういう形で急速に進んでるし、実際に今回のスポンサーになっているミクシーとかライブドアとか、あオマゲーさんとかね、あとソーシャルテキストってアメリカのビキの会社とか、あと BBC ってイギリスの国営放送のサイトとか、ジョイエントっていうのがカナダとアメリカの昔ツイッターが使ってたようなノード JS の開発者が今いる会社ですけど、そこでもフラッグを使っていると聞いております。でなんでまあフラッグうまくいってるのかなっていうのを自分なりに考えて、そこからこう知った知見っていうのを皆さんに、紹介書を、作成するシークレットオーマイ作成ということで、紹介したいと思います。箇条書きです。ランダムゼンキスなんで、適当な順番で紹介しますけど、1番、Good artist for a great artist theory。 これは、ピカソが言ったかどうかは要出典らしいんですけど、リキュリアにあるとつまりどういうことかっていうと、まあいろんなアイディアをからインスパイアしてこう作るっていうのはいいアーティストならまあ誰もできるんだけども、それよりもっとすごいのはもうあるものをそのまま盗んで模倣してしまう方がもっとレベルが高いということなんですね。で、プラコーズとか PGI をやる前に ECB エンジンっていう、まあ、特技音とかヤコとか僕も参加してましたけど、それを作ってました。でこれはですね、もう同じく WACDI とか Python、Ruby のものにインスパイアされつつ、ただ既存のカタリストエンジンのコードベースを引きずってそれをそのまま使っていたところがかなりあって、なので、まあ、これがまあ一つ良くなかったところだと思ってます。つまり、まあ、既存のあるものを借りてきてそのまま削られている分が多かった。だから盗むんだったらもう盗んで WCI とかなくそのまま盗んじゃなかったので、そこまでやらなかったところが多分、まあ ACP エンジンが別に悪いものじゃなかったんですけども、そこまでうまくいかなかった一点なんじゃないかなっていうふうに思っています。で、なのでその教訓を生かしてフラッグは、基本的に Ruby であと Python の Web of っていうのを基本的にほとんどかぶってます。モジュールのほとんど今フラッグ自身に含まれているモジュールが20とか30とかあるんですけど、あのモジュールっていうのは名前空間っていう意味でほとんどそれの日割りぐらいほとんどなくそのままコピーしてます。名前空間も含めて、まあ、そういう感じで、まあ、そこが良かったことかなと思います。で次、今のに関連するんですけど、まあ、結構こういう WCI とか LAC とかそういうサーバーの抽象化はなんで2010年になってやってるんだっていう、ちょっと遅いだろお前らっていう話なんですけども、WCI でやってるのは2003年なんで、もう7年前なんですね。で、LAC の方は結構割と最近で、0.2 ぐらいのが去年の8月で、まあ、ちょうどプラグ始める前なんですけど、で、1.0 ぐらいっていうのが今年の1月とかだったかな。まあ、LAC の方はあのレイルズ、ルビオンレイルズのからシナトラにこう、なんていうか、モメンタルが移っていく、こう分かれていくときに LAC っていうのがちょっとできたんで、まあ、そのタイミングっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと遅い。で今更パールなんだけど今更じゃんっていう感じなんですけど、まあ結構それが悪いことばっかりじゃなくて、あの遅く来るとですね、いろんなものが残ってるまあ要はあの鍋のパーティーしようっつって、あこういうふうにで11時半集合って言ったら、僕の場合は大体まあ1時ぐらいに行くんですけど、大体10時半に行くと買い出し行って、あの仕込みとかやって、だいたい1時間に行くとよくいい感じに全部できてるなので、あの始めるタイミングが遅かった分、基本的にもう WCI とか LAC のウェイニングリストとか、あのソースコードのレポジションを書ければ全部わかる。彼らが何を失敗したかとか、どこにうまくいったら何が人気があるか、何を実験したけどあまり受け入れられてないかっていうのが全部わかります。なので、まあもう困ったら、あ Python とか Ruby の人が何をやってるかを見ればいいと非常に、助かります。だからベターエグザンでは、まあ、遅くても、やらないよりマシっていうことがありますけど、まあ、プラス、まあ、早くやりすぎるも遅くもが、まあ、さらにいいということも言えるんじゃないかなと思います。それから3番目、これあの JFDI という、まあ、ナイキの
just do it っていうのに、just put do it っていうのをつけて、これはベストプラクティカル、さっき Power 5 the Wild のキーノートやった JC の会社の T シャツなんですけども、ちょっと隠れちゃって見えないけど、JFDI って、今流行りの内定式フリートやるしかないって感じで、まあ、うだうだ言わずに JFDI を just do it なんです。だからもう誰かの許可を、何かコードを書こうと思ったら、別に誰かの許可を得なくても書くことができるわけです。まあ少なくとも今の日本では。多分。わかんないけど、ウイルス作成剤っていうのがあるからね。あれまだ、成立しないかわかんないけど、まあ、なはずなんですよ。だから、エディターを開いてコードを書いて、Git でコミットして、GitHub にプッシュしてとかすれば、まあ誰でもやろうではできるわけですね。別に今からコード書きたいんですよ、いいですかって言われた時に許可を得る必要はないわけです。で、だから僕らがフリー CI とかブラックを始めたのは、まず IRC で1時間2時間ぐらいチャットして、こんな感じでいいよねって言って、で、僕はブログポストをこのドラフト書いて、タイプアウトでブログ書いてですね、これまだパブリッシュしないで寝て、起きたらなんか得意ログがレポジトリ作ってて、半分ぐらいなんかもできてたっていう名前もその時は違ったんで、その後僕らいろいろ書いたりもしたんですけど、基本的にはそんな感じで、だから、まあ、勝手にやって、僕の別に僕の許可を得る必要もなく、勝手にやればいいわけで、やりたければやればいいじゃん、まあ許可を得ずにやったもん勝ちなんじゃないのっていう、まあ、これは時々北朝鮮外交っていう瀬戸際外交みたいな、まあ、あまりいい例えしないんですけど、まあ、コードの世界だったらもうでもやったもんだしで、他の人の許可を得るっていうのはもちろんコミュニティのね、決まりとかそういうのを完全に無視した形でやるのがいいと思わないですけど、だからといってあまり空気を読みすぎてやるっていうのもどうかと思うんで、そういうやり方もまあいいんじゃないのと、たまにはねって思います。北朝鮮のとジャストドゥイと全然関係ないんで、よろしくお願いします。はい、次、これもまた同じジェシーの会社の T シャツなんですけど、シャッターバックアップ解散登録、まあさっきのとまあ同じですけどね、うだうだ喋ってないでコードを書く方がいいよねということです。で、これ GitHub のグラフなんですけど、これは去年の9月始まった当時のコミット数の数、多分これ1週間単位かな、1週間単位なんで、赤いのは僕なんですけど、で、緑が時々で、黄色がヤクトさんで、緑、その下の緑が多分、和子さんとかわかんないけど、大体一番多いのは一番最初なんですけど、一番多いので、なんか2767行ですね、書いてるのが。まあ、それは多分、最初の POD のテンプレートとかも含むんで、まあ、全部書こうじゃないですけど、まあ、そんな感じでもうガリガリ書いたんで、もう書こうと思ったらどんどん書いて、喋ってる暇あったら書いた方がいいんじゃないかって感じですね。まあ、さっきのと同じですけど。で、5番。これ、パールのモットーでもある、デアリスモーダルモノエイチュートゥイットって、TINTOWTDI。まあ、これ読みにくいんで、人はみんな、ティム・トーディーっていうふうに言うんですよ。で、これはラリー・ウォールの、IRC とか Twitter とか GitHub のニックネームはティム・トーディーっていうのなんで、知らなかった方は見れば Twitter もたまにつぶやいたりしてるので、だからこれはモットーが彼の今名前ニックネームになっています。で、もう一個